皆さん、こんにちは。Adobe の田中です。このウェビナーは、企業が今すぐクオリティの高い動画を制作するには実践版。今日は第4回デザイン編の1回目になります。質問等ありましたら、チャットボックスにどんどんコメントをお願いいたします。では、早速今日の講師をお呼びいたしましょう。今回も講師を務めていただくのは、株式会社こたつの阿部隆さんです。阿部さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、前回に続き、もう4回目ですね。あっという間に。はい、よろしくお願いします。いつもは、皆さんですね、ここでアンケートご協力いただいてるんですけども、今回は皆さんがデザインで困ってることか何か質問とかがあればですね、ぜひ、チャット欄にコメントいただけますと拾って、阿部さんが、できる範囲で答えていきたいと思いますので、なんかお困りごとあればコメントください。はい、では阿部さんの自己紹介をまずはお願いいたします。はい、ただいまご紹介いただきました株式会社こたつ代表取締役阿部隆と申します。私個人の活動とか会社の事業内容はウェブサイトの方をチェックしてみてください。はい、私がなぜですね阿部さんのウェビナーでお話をさせていただくかというとですね、2016年から内製化のビジネスをですね展開してまして、実績面でですねより長めに、ビジネスやっているので、実績面でお話しできることが多いというところでございます。20年はですね、皆さん動画内製化実施した年だったんじゃないですかね。きっかけになった年だったと思います。21年は工夫をしたという年という印象を受けました。今年は本格的に動画内製化定着するんじゃないかなというふうに我々は思っています。で、今回ですね、お話しする内容というのは、クオリティアップのためにですね、2022年の内製化事情最新のアップデートをお伝えしていくというところでウェビナーを行っていきます。今日は特に肝になるデザイン編ですね。質問に取り扱ってもらえなかったとかですね、詳細な質問が聞きたいという方、今回も質問たくさん来ると思いますので、そういった方はぜひともですね、ウェビナーの最後にお問い合わせ先をお伝えしますので、掘り下げた質問の方をいただけたらなというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。そうですね、いろいろと今までも、お話しいただいてましたが、今日はデザイン編っていうところですね。で、今日はデザイン編なんですけど、前回は、テロップ編。というのを行いました。これも、弊社の岩本が Adobe フォントを紹介したりですとか、あとは阿部さんからいろいろご紹介いただいたんですが、簡単に振り返りをお願いしてもよろしいでしょうか。はい。第3回テロップ編ということで、皆さんにですね、文字ですね、文字要素の見せ方ということでお伝えをしてきました。まあ、フォントの選び方として、まあ、映像業界一般として、まあ、ミニチュアよりゴシック体が多かったよと。ただ高解像度化とかですね、に伴って、時代の流れにも伴ってですね、まあ、いろんなフォントの選択肢が増えてきました。まあ、その中で Adobe Fonts というですね、Adobe 製品にはとっても心強い、ツールがありまして、そういったものを活用することで、まあ、UD とかですね、デザインフォントとか、いろんな読みやすい、見せやすいフォント、演出しやすいフォントを選べますよという話をさせていただいたかなと思います。で、私の個人的おすすめフォントもお伝えしながら、アドビさんの、ご紹介もですね、アドビフォントのご紹介も冒頭にありましたね。配色の仕方とかですね。実際に、フォントを選択して動画を作るとどうなのか、まあ。そういったような話をしました。詳しくはアーカイブをご覧いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ありがとうございます。はい。で、今、阿部さんからもありました通り、前回のアーカイブも残っておりますし、事前質問でも、ご質問いただいたんですが、今までのアーカイブ見れますかというのありますが、見れます。今までの全部見れます。さっき見たら、もう20回分、やってるんだなと思ったんですが、20回分のアーカイブもございますので、今日の質問終わったらアーカイブ残りますので、ぜひ見てください。あとはですね、前回までブログも、アーカイブというかですね、ブログの記事も、ウェビナーに沿った内容で記載しております。これから動画内製化始めたい方向け、検討している方向け、すでに実践していて、いろいろ課題を抱えている方向けなどですね、様々な記事のコンテンツがございますので、こちらも参考にしていただけたらと思います。はい。では、じゃあ今日の議題に行きましょうか。今日は第4回デザイン編の1回目ですね。で、今、チャットにも皆さんいろいろとですね、書いていただいているんですが、画像探しが困る、
苦労してるっていう、まあ確かにデザインに関わるかもしれないですけど、あとは空白な部分をうまく使えるようになりたいとか、うん、なんかそんなようなおころ、おこ、割りごとを、持たれてる方もいらっしゃるようですね。はい。というところで、ではここからは阿部さんにバトンタッチして、今日の話お願いいたします。はい、そしたらですね、第4回デザイン編ということでお話をしていきます。いよいよですね、クオリティアップの最終難関ですね。ここを超えるといい動画ができていくんじゃないかなと思います。デザインのやり方というところですね。はい。で、デザインをする前にですね、少しだけ、前回のシリーズご覧いただいた方、ご覧いただいてない方もいらっしゃると思うので、動画制作の工程をちょっとおさらいしたいなと思います。デザインに対してのですね、影響が強いので、改めてお話をしたいと思います。でまず、動画制作は当たり前ですけど、企画があって、制作があって、完成という流れを得ます。で、動画マーケティングという考え方で言いますと、まあ、赤字で上側書いてますけど、パネルから作成動画の視聴対象を決めるというのはすごく重要になるんですね。で、その上で、情報収集をして原稿を作ると。で、この原稿を作る段階で だいたい動画の長さとか方向性が固まってくるんですね。でまずこのパネルから視聴対象を決める。原稿を作って動画の長さとか方向性を固めるっていうことをしないと、いきなりデザインから入ってもかなり無理があるという話なんですね。で今回お話しする内容というのは、コンテを作るときも活躍しますし、編集するときも活躍するという類の話になりますので、ぜひともチェックし、最後までチェックしていただきたいなというところでございます。で、プラスですね、視聴対象でデザインの方向性とかですね、動画の長さ、エフェクトが限定されます。視聴対象でデザインの方向性、動画の長さでエフェクトとかアニメーションが限定されます。動画が短いとですね、やはりなんか極端なエフェクトとか、ゆっくりしたアニメーションってできないんですね。やりづらいです、正直。なので、動画をデザインするときはですね、動画作るときですね、失礼しました。動画作るときはデザインから始めるんじゃなくて、企画から始めた方が、成果が出やすいですよというのを、覚えておいていただけたらなというふうに思います。はい。で、この図をですね、ご覧いただきたいかなというふうに思いますけども、このパネルの図ですね、今回用意しました。動画広告の推奨長さと書いてますけど、動画全般に言えることです。知らない人に知ってもらうには、やはり短めの動画が有利ということになります。まあ、商品紹介動画とかですね、知ってもらう、記憶に残すための動画というのは、まあ、興味関心で、商品紹介、買ってもらうための動画は企画検討になります。まあ、購入する方は、やはり情報をたくさん仕入れたいので、長めの動画でも見ていただけるということになりますし、知らない人にですね、全く興味ないのに、長い動画をですね、見せても、見てる方が困惑すると、見るのをやめてしまうということになりますので、動画と視聴者がですね、対照的にマッチするかどうかっていうのがポイントです。今回も事前質問でもですね、最後まで見てもらうコツはみたいなのをいただいてましたけど、まずデザイン以上にここの部分がですね、きちんとしないといけないと。なので、まずは尺を決めてですね、原稿類もですね、固めて、そこからデザインを検討していくということを考えないといけないのよ、事前、というのを事前のですね、考え方として、共有させていただけたらなというふうに思いますということですね。ありがとうございます。そうですね。ここも、今、ちょっと質問をいただいている中で、このタイミングでピックアップできるところはしていこうかなと思うんですが、もしかしたらこれから話があるかもしれないんですけど、似たような質問としては、伝えることを入れるとどうしても情報過多になってしまう。どうしたらいいですかっていう質問と、やはり商品画像とか話者とかテロップを入れると視覚情報とか、やっぱ情報が過多になってしまうのをどうしたらいいですかっていう質問が何名かから来てますね。なるほど。足し算で企画するとそうなっちゃうんですね。なので、ある程度、容量が増えてきた場合に、引き算、あるいは優先順位を決めるということをして、どうしても、削除していかないと、広告の使用で6秒とか15秒とか30秒とかっていうふうに、展示会の、VTR に関しても何秒までというふうに、締め切りというかですね、容量制限がある場合もありますから、その場合はもう優先順位を決めて、引き算をしていくというのをお勧めします。はい。引き算っていうところがそうですよね。大事ですよね。そのあたりもちょっと含めて、もし補足をしていただけるようだったら、次の話の中から、していただけると嬉しいです。はい。では、続きお願いします。はい。では、続きですね。で、ここでですね、一本サンプル動画をご紹介したいなというふうに思います。今までのウェビナーを見ていただいた方は、おなじみの動画ですね。この動画は効果音以外が Adobe Stock の素材で作成された、
架空の茶会社の広告動画という位置づけになります。まず VTR よろしくお願いします。というような形の動画ですね。シーンが4つで構成されています。こんな感じですね。シーン1、2、3、4というふうに並べています。これが、動画のですね、主要部分を切り抜いたものになっています。で、こちらなんですけども、基本的な作り方としてですね、レイアウトとデザインのですね、参考対象を分けるという形をとっています。左側にあるレイアウト参考、右側にあるデザイン参考というふうにそれぞれ分かれてますけども、今日のウェビナーでお話しするのは、左側のレイアウトという考え方に関して、深めていこうという形になります。右側のデザイン参考は5回目の次のですね、ウェビナーで詳しく掘り下げるという形をとっていきます。で、この作品なんですけども、レイアウト参考の上側の赤枠、ちょっとね、赤枠がなんか二重に見えて、恐縮なんですが、上側の赤枠で、シーン1と4、下側の赤枠でシーン2と3を構成しているという形になります。今回のですね、皆さんにやり方を共有するデザインのやり方なんですけども、デザインをですね、課題がある、面倒だなと、苦手意識感じているなという方にですね、我々も動画内製化で、ビジネスでですね、デザインを教えるんですけども、よくあるパターンとしては、レイアウトとデザインをもう一緒みたいに考えてしまっているというパターンが多いです。ですので、今回、レイアウトをですね、分けて考える。デザインをそれぞれ単独で分けて考えて、それぞれの作業を順番にこなしていくということをお勧めするという形です。レイアウトは素材とか文字の大きさ、画面上での配置場所とか面積率、余白率のお話がありましたけど、ここもですね、余白率うまく表現できないよって方は、プロの方のですね、プロの方の、作品をですね、ある種ですね、参考にしていただくというところ。デザインに関しても、いきなり配色とかですね、質感とか素材とか、フォントのチョイスが、プロ並みにできるようになるともなかなか思いづらいですよね。初めての方、ビギナーの方は特になんですけども、そういった方は、レイアウト以外のすべての要素を後から考えていきますというふうに考えていただきたいということでございます。で、今回お勧めする、やり方ですね。先ほどもお伝えした通り、レイアウトに対して、まずはプロが作ったお手本の作品のレイアウトに対して、また別のプロが作った作品のデザインを当てはめていく方法になります。お手本は自分が素晴らしいと思うウェブページ、まあランニングページが理想だと思いますけども、動画などを参考にしてください。で、ここで注意点なんですけども、レイアウト、デザイン、両方とも同じ作品からですね、参考にするっていうのは、これ著作権侵害の可能性になりますので、十分に気をつけてください。今回の動画デザインのですね、作り方、レイアウトとデザインを分けて考えるというのは、あくまで作品の要素を分解して、アイデアレベルまでその作品の要素をこう落とすというところ、そのアイデアから参考にするというのが一つのポイントになります。著作権法でですね、保護されるべきは、著作者の著作物ですね。要するに表現です。表現を保護するというのが著作権法の役割になります。まあ、ですので、このやり方でもですね、気をつけてないといけないのは、類似性ですね。似ているとなるとですね、当然パクリだみたいな話になりますから、まずですね、今回の話、お聞きいただいて、ご不安だなと思われる方は、著作権法をしっかり勉強していただくというのは、これはもうクリエイターのマナーとして、今回これから必要なにやってくる時代かなというふうに思います。でもう一つはですね、作品が出来上がって、まあ、明らかに似ているというような状況。今回 のやり方だとほぼありえないと思いますけれども、そういった状況だとですね、やはり著作者に利用承諾を取るというのが、これも最低限クリエイターとしてのマナーだと思いますので、このあたりをですね、留意いただいた上で、著作権侵害は絶対ダメですよ。あくまでアイデアを抽出して、そのアイデアに関して、参考にするという形でやっていただきたいというところです。この辺に関してはですね、かなり、ご不安に感じる方もいらっしゃると思いますから、ご質問がある方は直接弊社の方にお問い合わせいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。そしたら、デザインの本題の方に、お話を移していきます。
まず先ほどのシーン1ですね、レイアウトの作成というところで、考え方をまとめていきますと、で左側がですね、レイアウト参考のスクショ、ランニングページから1ページ目の上側の部分をですね、レイアウトの参考にしようというところで作成したものが右側の白黒のレイアウトの部分になります。はい。はい。続きまして、シーン2のレイアウト作成ですね。シーンにはですね、左側が参考になっているスクリーンショットなんですけども、上側と下側にそれぞれ写真素材が活用されてますよというお話。で、真ん中の部分に文章とですね、右側に、表題があって、ワンポイント、ロゴマークがありますよという形ですね。で、画面に対して、文字とか画像の面積比率、全体に対して、どの位置に素材を配置されているかっていうのをですね、しっかりとですね、計算、測って、まずは作るようにしてください。プロのレイアウト、余白率、面積比率を、真似る、参考にするから自分のスキルも上がっていくという感覚ですね。はい。で、デザインに関しては、次回の授業、ウェビナーで触れていきますけど、それぞれですね、レイアウトで確定したものに対して、別のテイストの参考になるもの、デザインの参考になる別のページですね、別の作品ですね、そこからコンテンツをとりあえず当てていくという形になります。はい。シンさんもこの作品はシン2と同じ扱いでしたので、レイアウトをですね、まずは作成して、左側か右側にのような形でレイアウト、まあ、設計図のような形で作って、で、別で、これ同じものをね、デザイン参考の画像として使われてますけども、別のものを当てがっていくという形になります。シーン4も、発想としては同じになりますね。レイアウトを作成する。これはシーン1と同じなんですけれども、まあ、締めとなる部分ですので、少し工夫もしたいかなというところにはなりますが、シーン1の、レイアウトと同じですので、このままですね、別の締めとなる画像の部分のデザインを参考にするというところですね。この場合は、背景の写真のですね、風合いを同じ色味にしているというところと、まあ、文字色も基本的に同じようにしているかなというふうなところですかね。はい。以上のような形になります。動画デザインのやり方としてですね、一つ大事なところをお伝えしていきます。企画段階での確定事項として、まずですね、文字の量と画像の枚数をですね、これ確認って書いてますけど、もう決定した方が絶対にやりやすいです。この場合に関しては。レイアウトを決めるときに、文字の量がですね、合わないのに、強引にこのレイアウトいいなと思って、決定するのは非常に、後々作業がやりづらくなりますので、皆さんがですね、企画段階で最初のスライドでご覧いただいたんですけども、企画段階で文字の量を決めてですね、画像の枚数を確定した上で、さらに、会社指定、あるいはお客様指定のですね、約束事をですね、確認するようにしましょう。これはすごい大きくお願いしますとかですね、この文章は絶対入れてくださいとか、ここだけはカットしてくださいみたいな要望って確実にありますので、これはもうお客様側でもそうですし、自社都合でもあると思いますので、文字量、画像量、約束事っていうのをまず確認するというのが第一段階です。で、その後で今回のお話ですね、文字量、画像枚数、大きさ、表示面積の、表示必要面積ですね。このあたりをレイアウトに対して、いけそうかどうか確認する。無理そうだったら、企画段階に戻って、文字量、画像枚数の変更とかですね、確認をしていかないといけません。その上で、LP というふうに書いてます。これランディングページといって、広告の時にですね、広告、クリックして、ウェブ上で着地ページになるような長いページのことを指します。このランニングページとかですね、なんかいいなと思うウェブサイト、動画、まあ、ピンタレストなんかもですね、デザイナーの方、クリエイターの方、たくさん使われていると思います。そういったものの中から参考を検索して決定しますよ。まあ、ですので、上側で先ほどお話しした文字量、画像量に対して、まあ、なんかレイアウト的にしっくり収まりそうだなというものを参考にしてですね、レイアウトを確定させるということになります。で、先ほどお見せした白黒の設計図のようなもの。これ、できたら作った方が良いかなというふうに思いますので、作品にレイアウトですね、お手本と配置とか比率をね、極力合致させるようにしてあげてくださいというのが私のおすすめです。で、このデザインの作業に関しては、5回目で詳しくお伝えをしていきます。まあ、業界とか対象、まあ、訴求相手ですね、雰囲気を確認していくと。
例えば、業界も結婚式業界と、そうですね、まあ放送業界もそうですし、お葬式業界もそうですし、それぞれ、イメージするカラーとかですね、企業のコーポレートカラーもだいぶ違ったり、あるいは偏ったりしていると思います。で、その中で、若い人に対して、訴求するのか、まあ、10代の方に訴求する内容と、まあ、50代、60代の方に訴求するときにデザインとかですね、文字の大きさは違ってきて当然だと思いますし、そういったものを総合して雰囲気というものを確認していくというのが必要ですね。このあたりはまた次回ですね、お伝えをしていきます。やり方としては同じで、ランニングページ、ウェブ動画、ピンタレストから参考を決定して、検索していくというところ。レイアウトに対して配色やフォントとか画像を調整させていくという作業になりますので、そして色合わせとかですね、いろんなことをお手本に近づけてデザインを確定させていくという話になります。ありがとうございます。ここまでで一回切っていいですか？はい。切っても。はい。いろいろ質問があるので、ちょっと次につながりそうなのっていうと、動画の場合、そのレイアウトしたの、なんか動かし方をどうしたらいいかを知りたいっていうのが何名からから来ているので、もし、なんかそういうところも付け加えて、お話しいただけるといいかなと思います。あとは、ちょっと、今回と直接的ではないんですけど、音楽のインパクトの重要さとか、音楽をどういうふうに選んだりとか、つけたらいいですかっていう質問があったので、これはもし今でもいいんですけど、安倍さんの考える、音楽、BGM とかあれば。そうですね。音楽、BGM に関しては、ナレーションが入るかどうかとかもですね、音楽そのものだけで、もう BGM だけで言ってしまうかっていうところにもよるんですけども、これはですね、私が現場で実践している、で、プロの、まあ、いわゆる音響の人たちのアドバイスなんかをですね、お話をさせていただくと、まあ、やはり普通の人が選べそうにない音楽をつけると、まあ、独創性というところにたどり着けると思いますが、まあ、ちょっと冒険してみるみたいな。いつもその、声なしの BGM で言ってるけど、なんか喋ってるみたいな。なんか歌ってるみたいなのをですね、入れてあげるのも良いかなというふうに思います。で、尺が長くなると、やっぱり選曲をする。まあ、5分ぐらいのプロモーションビデオとかだと、企業プロモーションとかだとですね、やっぱり起承転結がついて5分ぐらいの動画になりがちだと思うんですけども、5分10分ですね。そのパートパートで音楽をしっかり変えてあげて、ナレーションの切れ目、あるいは表現するべき、演出すべきところで効果音を入れてあげるというのが、やはり演出面ですごく、創意、工夫が感じられるようになるのかなと思いますので、試してみていただけたらいいかなと思います。はい。はい。ありがとうございます。あとは、まあ、ちょっとマーケティングを最初のところで、マーケティング の, 認知とかの、例えばアイドマの法則っていう、まあ、マーケティングの要素があると思います。それに、まあ、近いですかっていうような質問があったけど、ありましたけど、まあ、なんか見てる感じと近い感じだったのかなと思いますが、これもね、いろんなやり方があって、アイドマ、そうですね、認知からコップバイみたいな。アドビだとまた独自な DDOM っていうのを使ってたりして、ね、データドリブンオペレーティングモデル、はい、まあ、それに合わせ、サブスクリプションだとまたいろいろ、こういう時にこういうの合わせましょうっていうのを実は作ってたりするので、まあ、それぞれの、そうですね、皆さんの業態によっても変わってくるのかなっていうのもありますけど、基本的には、安倍さんがさっき出されてたのは、広く、一般的に使えそうな気はしましたっていうのは私の感想です。はい。私からもちょっと補足をすると、先ほどのパネルというのはですね、まあ本来は細分化して活用すべき現場もありますし、アドビさんのパネルモデルっていうのは非常に僕も勉強になるなと思って、自分の会社に取り入れたりもしてます。まあそれぞれ、パネルに関しては、それぞれの企業のパネルがあって叱るべきだなと思ってますから、あれが正解、一般的な話として、まあ一つのまあお話の話題にの基準になるかなと思うんですけども、皆さんの会社に適用するときに、まあ一つの基準という形にして、まあ正しいかどうかというのはですね、皆さんのビジネスに適合して考えてくださるのが良いのかなというのが私の、アドバイスというか意見になります。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ一旦そうですね、ここで、まとめて続き、お願いします。安倍さんの方でお願いします。はい。次ですね。はい。ここからはですね、少しレイアウトのですね、細かい話とかですね、プレミアの画面をちょっと見ていただいて、こうしたらいいんじゃないですかって一つのですね、お話をしたいと思いますので、ご質問多いと
ところなのかなと思いますので、ぜひとも、ガシガシ連絡をいただきたいなというふうに思います。まずはですね、サンプルの動画をご覧ください。はい、というところで、先ほど上映したですね、今上映した動画のですね、レイアウトをですね、アプリケーションをどのように使ってですね、どのような機能を使って、配置しているか、レイアウト配置しているかというのをご覧いただこうと思います。はい、ということで、まずですね、Photoshop の画面から見ていこうと思います。レイアウトのですね、お手本を作って、このようにですね、Photoshop でレイアウトに対して、コンテンツを埋めていくというのが、理想ですね。イラストレーターでも大丈夫なんですけども、まずやりやすい方法で、このようにレイアウトに対してコンテンツを作っていくということで、配置していくということでやってみてください。で、今ですね、Photoshop の方に、レイヤー、いろんなレイヤーがあるものをですね、このように、まあ、札間を消しますと、まあ、どこに何が配置されているかっていうのがね、レイヤー単位でわかりやすいと思いますけども、必要に応じて、このようにですね、レイヤーを調整してあげるという作業を行ってください。まあ、おすすめとしては、Photoshop で基本的にレイアウトのですね、大枠を完成させるというのが、理想となります。はい。で、こちらですね、プレミアプロの方に移っていきますと、このような形で、レイヤーがですね、たくさんあると思いますけども、このような形ですね。はい。Photoshop のものをですね、タイムラインに読み込んで、レイヤー単位で制御していくという形です。今回は祝成人式ということで、成人式の、タイトルコールの動画になっています。やはり目立つべきは最初というかですね、センターにある祝成人式というですね、キーワードテロップになると思いますので、ここがやはり一番動くような形で、動画を作成してあげているというところです。で、全体のですね、目的、今回はタイトルコールなので、タイトルの意図を伝えるというところですから、アニメーションに関しては、動きですね、動きに関してはかなり少ない状況で、キーフレームを打っているという形です。で、ここでですね、もしですね、これちょっとなんか、フォトショップではこうだったけど、プレミアにすると、ちょっと変えたいなというところがあればですね、このように、まあ、微調整を、プレミアで行って、フォトショップで、失礼しました。あ、いいんか。フォトショップでですね、大枠を決めてですね、プレミアで微調整を行っていくというのが理想となります。で、アニメーションに関してはプレミアでないとできませんから、やはり微調整が必要ということになりますので、ぜひとも皆さんですね、このフォトショップでレイアウトを作る、プレミアで、微調整をしていくというところでアニメーションをですね、組んでいっていただけたらよいかなというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。そうですね、実践的な。フォトショップで使って、作って、プレミアプロに持っていくっていうのは、もちろんプレミアプロの中でもできるんですけど、こういうレイアウトのものは、ね、はい、フォトショップが、使うとおすすめかなと思います。今、質問でちょうどフォトショップから読み込んだ場合には、フォトショのレイヤーが生きたままプレミアに行くんですかっていう質問がありまして。はい、基本的には行きます。で、しかもですね、プレミアプロとフォトショップ連携しているので、修正した文字とかも、反映されるので、そういうところはやっぱりアドビの連携なども、効いてくるところかと思いますので、はい、プレミアプロとフォトショップの、連携などはすごく使える機能なんではないかなと思います。はい。ではですね、ここからは今いろいろ質問をいただいているので、質問を軽くちょっと、行こうかなと思います。どうしようかな。あと、16:9のサイズの映像を作る際は、まあ、LP もいいと思うんですけど、LP だとなんか縦長が多いような気がするんですが、なんか、16:9でサイズを映像を作るときに、サイト、おすすめの参考サイトありますかっていう。なるほど。私たちがですね、ランディングページ参考になりますよっていうふうにお伝えしている一つの、理由がですね、ランディングページは上から下まで読んで物を完成ように設計されてるんですよ。なので、フリーランスの方とかですね、まだ駆け出しの方っていうのは、ランニングページの、構成っていうのはめちゃくちゃ参考になるんです。なので、今回もランニングページから選んでるってところがあるんですね。で、その上で、ランニングページ縦長なんですけど、横長で切り取ってみてください。
16対9の区形、四角にしてですね、この辺いけそうやな、あの辺いけそう、まあ、こんな感じですよね。こんな感じで、これいけそうやな、みたいな感じで、ロケ入った時にすることですけど、まあ、そういうのをやっていただくと、見えてくるんじゃないかなと思います。もしですね、ストイックな方だったらですね、縦型でから、縦型のものだけからレイアウトを作ろうというのは、ちょっと避けるようにしてください。縦長やけど、横長のものもレイアウト、参考にできますよっていうのは一つのスキルになりますので、ぜひとも試してみていただきたいなと思います。はい。はい。ありがとうございます。そうですね。あとは意外と、ランディングページも、さっきのもそのキービジュアルって言われ、一番最初の上のところは結構横長で作られていたりすることもあると思いますし、そこにやっぱり、ね、ランディングページでまとめて言いたいことが詰まってる気が私は結構気がするっていうか、私がランディングページを作るときはすごく気をつけてるので、まさにそういうのを参考にするのもいいのかなと思いました。そうですね。はい。はい、あとは、ですね、質問。あ、今まさに、ですね、イラストレーターのレイヤーは生きたままなんですかって回答いただいている方いるんですが、残念ながらそうですよ。イラストレーターはですね、レイヤーが生きないので、一回、フォトショップに持って行っていただいてっていうやり方に、なってしまうんですけど、フォトショップ持って行っていただければ、そこでプレミアプロと連携できるので、修正とかは、連携できるかと思います。はい。というのと、あとは、ちょっと、まだであるかな。もし、なんかフリー、さっきの BGM の話の関連で、まあフリーの BGM サイトがあれば教えてくださいっていう質問があるんですけど、なんか安部さんありますか？フリーの BGM サイトあんま使わないんですよね。はい、それも一つのね、回答になると思います。そうですね。クオリティって意味合いでは、まあちょっと避けるべきかなというふうにも思ってるんですね。まあそういう質問の意図なので、おそらく、まだまだ、駆け出しの方かなと思いますが、おすすめとしては、まあ、有名な YouTuber さんが、まあ、リンク貼っているようなところが良いのかなというふうに思います。まあ、なぜかというと、権利的に安心できるところかなというところですかね。はい。以上です。はい。ありがとうございます。そうですね。フリーの BGM のサイトってあると思うんですけど、やはり、皆さんが作られるのって、まあ、企業、で作って企業としてあげるってなってくると、やっぱ著作権のも、それこそ本当著作権だったりとか、ライセンスだったりとか、いろんなところに関わってくるような気はしますので、って落とし込むところがアドビストックにはなるんですけど、有料ではあるんですけど、やっぱりそういうところまでを、考えていくと、今後やる上では有料のものを使った方がおすすめかなと思います。はい。というところかな。はい。一旦、ここで、大丈夫です。なので、次の、はい、ところに、安部さんお願いします。はい。そしたらですね、今回の目玉企画ですね、4回目、5回目では、視聴者からですね、お寄せいただいた作品の購入をちょっとしてみようというので、チャレンジング的に、挑戦してみようというところでございます。今回ですね、ご協力いただいたのは、株式会社ベリューナ様ですね、ご存知、埼玉のですね、有名企業ですね、カタログ通販の大手企業でございます。最近は自社 EC にも力を入れておりまして、Adobe 製品使った内製化も実施中でございます。電気入り圧力鍋、プレッシャークッカーというですね、PR 動画をご提供いただきましたので、こちらの方をチェックしていきましょう。VTR お願いいたします。電気圧力鍋、プレッシャークッカーのご紹介です。ポイント1、ほったらかしで OK。 具材を切って入れるだけ。タイマーをセットしてボタンを押すだけ。あとはほったらかし、簡単に美味しい料理が作れます。ポイント2、美味しくって時短。肉じゃがが加圧3分、筑前煮もわずか加圧5分。圧力鍋の美味しさを毎日の食卓に。ポイント3、火を使わないので安心。火加減の調節は一切なし。簡単安心、スイッチ一つで美味しい料理が作れます。一人暮らしやご夫婦にぴったりな 1.2 リットルサイズで収納にもスペースを取りません。電気圧力鍋プレッシャークッカー、ぜひお試しください。はい、ありがとうございます。とりあえず一通り再生をですね、かけて皆さんにご覧いただきました。だいぶ完成度高いですね、はい、これでもなんかだいぶもうなんか出来上がってる感じがします。
そうですね。ここまで、正直完成度高いと、私も公表するときに言うこと少ねえな、というのがですね、かなり悩みの種で、こういうものが送られて傷つけるとですね、ちょっと夜寝れなくなっちゃうんじゃないかな、というふうに思うんですけど、あえてですね、プロ目線で、厳しいこととかですね、アドバイス、いろんな、観点があると思うんですけど、申し上げますと、で、まずですね、いいところで言いますと、この作品のですね、雰囲気ですね、商品のですね、メインのカラーとなるカラーをですね、座布団のですね、背景色に取り入れまして、やはり料理の作品ということで、暖色を中心に、明るい暖かい色ですね。暖かい色を中心に、フォントとかですね、テロップとかを、フォントでなくてテロップとかですね、レイヤーを作っているというのが、まず一つの印象になるかなと思います。で、食べ物が出てくるところも、オレンジとかね、実際食べ物の中にある色から選択されているのかなと思います。まあ、暖色で統一っていうところなのかもしれませんけれども、ここがまず一つ雰囲気に合わせて編集をしているっていう素晴らしい点かなというふうに思います。完成度、田中さんもおっしゃったように非常に高い動画かなと思います。ここからですね、さらにクオリティをと言われるとですね、プロでもですね、なかなかこうアドバイスが難しいぐらいのレベルに なってるんですけれども、まずですね、まあ、食べ物ですので、まあ、調理中のですね、効果音とかですね、そういう食欲をそそるような、効果音をこの中で使ったも良かったんじゃないかなというふうに思いますので、次回以降は実践していただきたいなというところです。で、さらにこちらはの権利の関係を確認する必要もあるんですけども、この機械がですね、発する音とかですね、まあ、例えばブザーが鳴るとかですね、電子レンジのようにチーンとなるとかっていう音があるのであれば、そういうものもですね、一つ、音的な商品のアイデンティティを伝えるという意味合いで、織り混ぜてあげても良いのかなと思います。ただし、ここは、権利の兼ね合いがありますから、やっていいかどうかメーカーさんに聞く、あるいは、皆さん、ご使用中の皆さんも、権利関係確認するということを大事にしていただきたいなと思いますので、効果音とかですね、演出部分でそういうことができるんじゃないですかということですね。まあ、いずれにせよ、完成度高くてですね、まあ、実際にウェブサイトにも掲載されてますし、活躍されている動画だと思いますので、非常にいい作品を拝見したなというところでございます。はい。以上が好評となります。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。確かにおっしゃるとおり、はい、なんか、チーンとか、なんか料理しているイメージが湧くとより、なんか、いいのかもしれないですね。そうですね。うんうん、はい。お腹減ってきましたね。はい、そうですね。でも、コメントでも普通にうまいですねっていうような質問もあるので、うん、でね、はい、質問というかコメントがあるので、はい、はい、だいぶクオリティ高いなと思いました、はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、ここからは、そうですね。今来ている質問に答えられるところまで答えていきたいなと思いますけれども、はい、ちょっと待ってください。ちょっとこれは今回のと、ずれるかもしれないけど、前に話をあった、動画プラットフォームは自社サーバーと YouTube どっちがいいですかって質問が来てますね。それはもう用途かなと思いますね。まあ、YouTube の場合は広告がつくというのと、YouTube が視聴後とかですね、再生中に関連動画っていうのものを周りに出しますから、そういうものに飛ばれてですね、自社のチャンネルとか動画から離脱してしまうっていうのが嫌な方は、やはり、YouTube 以外のプラットフォームを使いになる方が良いかなと思いますね。あるいは動画で、その視聴自体を、ペーパービューで販売されるとかですね、パスワードの保護をつけるとかですね、YouTube さんの機能も優れてるんですけども、YouTube さんよりも細かく動画分析してるって方は別のプラットフォームっていう選択になるのかなというのが、回答です。はい。はい。ありがとうございます。あとは、アフターエフェクツはどういう時に使用すると効果的ですかっていう質問がありますが、アフターエフェクツっていう、はい、そうですね、実はソフトプレミアプロで編集して、まあ、モーションとかをつけるときにアフターエフェクツ、でもすでに使ってるっていう方もコメントにあったんですけども、はい、どういう時に使うと効果的かっていうのを教えてください。はい。アフターエフェクツがですね、効果的に働くというのはですね、やはり、3D 空間の表現っていうのは、アフターエフェクツの一つの大きなポイントになると思いますので、奥行きのある表現をちょっと試してみたいな、チャレンジしてみたいなという方は、ぜひともアフターエフェクツチャレンジしていただきたいなと思います。いろんな物理的な空間、なんか物を上から落とすとかですね、なんか、
水が当たって壁に跳ね返って、落ちるみたいな、そういう表現もアフターエフェクツでは可能になりますので、さらにですね、クリエイティブな、空間表現したいなということは、アフターエフェクツおすすめかなというふうに思います。はい。確かにそうですね。一つは、まあ、3D 空間、なんかすごい凝ったことをやろうというわけじゃない。最近 3D 空間だとここ、なんかここにあるよみたいなやつな、夢とか、なんかその矢印を指したい、その映像の中でやるとか、あとは今言ったそのそうですね、ボールを投げる動きとか、あとはさっき、プレミアプロでもその動かせる、機能はあるんですけども、ちょっと凝ったことをやりたいとかなった時は、はい、だんだんアフターエフェクツに移行してくるかなとは思いますが、はい、まあ、まずはでもプレミアプロの中でできることで、あんまりね、欲張りすぎても、だんだんわけわかんなくなってくるかもしれないのに、でね、はい、かなっていう気も、はい、したりもします。でもぜひアフターエフェクツにも、だんだん皆さんね、こう、進んでいただけるといいのかなと思います。はい。わかりました。ありがとうございます。ちょっといろいろ質問が来てはいるんですけど、事前質問とですね、ちょっと重なるところもあるので、ここからは、事前質問について、お答えいただきたいと思います。はい。では、いきますかね。事前質問の1問目はこちらになります。はい。これ、今日のですね、質問にも何名か来ていまして、来てしまって、ごめんなさい。これはまず素材感やチープ感が出てしまう編集はどのようなものですかっていう質問ですね。はい。はい。まあ、先ほども、お話だったんですけども、無料素材っていうのを使うと、やっぱ素人感に近づいてくる部分があるのかなと思いますので、なぜかというとですね、自分の作品以外にもですね、かなり多様使用されてるんですね。で、いい作品に使われてたら、なんか、かっこいいっていうふうになるのかもしれませんけども、まあ、クオリティの低い動画でも使われているのとなると、まあ、なんか誰でも手に入るもので、特別感もなくなるというところになりますので、使用用途ですね、その動画の使用用途で、ここはちょっと外せんなというところは、しっかりとお金かけて作ってあげるというのも、企業の内製化では必要なところなのかなというふうに思います。あと、編集時で個人的にはですね、テロップで原色を多用するとですね、かなりチープに見えてしまいますので、皆さん、お部屋とかですね、事務所の中見てもらったらですね、原色って基本的にないんですよね。なかなか日常生活で、注意喚起以外で原色見つけることないと思いますから、ちょっと原色を外してですね、それ以外の色で配色するという訓練もおすすめですので、ぜひとも試してみてください。以上です。はい。ありがとうございます。次の質問に行きましょう。次の質問も多分今の話とリンクしてくると思うので、はい、次の質問はこちらになります。短時間で高クオリティ映像の作り方を教えてくださいっていう質問と、はい、今日、来ている質問で、内製でもチープな作品には極力したくないので、垢抜けた感じになるようなポイントを教えてくださいっていうのは、まあ、ちょっと似てるかなと思ったんで、そのあたり教えていただけますか？はい。もう練習してくださいと。いうふうに言いたいなというところではあるんですけれども、私のおすすめのやり方としてはですね、アフターエフェクツでもプレミアでもフォトショップでもイラストレーターでも同じだと思うんですけども、ハイクオリティだともう素材をですね、活用することから始めてみてください。で最初は、意味がわからない、ちょっとレベルが高すぎて分解できないみたいなことになると思うんですけども、そこをですね、やはり練習努力でですね、慣れてきたらハイクオリティの素材と、の中から何かの要素を分解して、自分の作品に落とし込んでいくみたいなことができるようになってきます。やっていけばやっていくほど。まあ、そこで自分でもですね、オリジナルの作品が、見栄えがするというふうに感じることが出てくると思いますので、まあ、練習ベースにやるんですけれども、まあ、強い作品、影響力が強い作品、たくさんダウンロードされている作品、自分がいいなと思う作品をしっかりと見てですね、触って、どのように作られているか、どういうレイヤーワークでされているかっていうのをチェックしていただけたらいいかなというふうに思います。以上です。はい。ありがとうございます。そうですね。分解するっていうのは結構映像だと見てると流れちゃってるんで、なんかわかんなくなっちゃうと思うんですけど、これは、さっきのアフターエフェクツでもすごい大事と思います。どういう動きをしてるかとかを、あとどうなってるかを分解するっていうのは、なんだかんだ短時間で高クオリティの映像を作るには近道かなと私も思います。はい。ありがとうございます。では、次の、質問に行きたいと思います。次の質問はこちら。はい、これも全部に、まあ、連携するかもしれないですけど、最後まで見てもらうために、ための動画構成にポイントはありますかっていう質問です。はい、技術面で言うと、まあ、スピード感とかテンポとか、
になるのかなと思います。で、企画構成面で言うと、原稿に無駄がないかどうかっていうのも絶対必須ですね。まあ、技術より割と企画の方が、最後まで見てもらえる視聴者維持率っていうんですが、YouTube だと最後まで見てもらえる指標っていうところなんですけども、そこに寄与する部分が、YouTube の分析なんかをしていると多いかなというふうに、最近感じています。ですので、企画段階で一番最初にお見せしたパネルを意識した動画制作を心がけていただくというところと、スピード感、テンポを担保するものは効果音とかですね、BGM だと思いますので、視聴者層に合わせたテンポ、スピード感、BGM、効果音の演出というのを心がけてみてください。以上です。はい。ありがとうございます。はい。では、待ってください。次の、質問をお願いします。はい。絵コンテは毎回作成しますか？ない場合、クライアントとの意思疎通はどのように行っていますか？っていう質問に加えてですね、今日、当日の質問で、社内で、もう時効から V コンの打ち合わせの段階で、担当者にうまくイメージを伝えるコツはありますかっていう質問が来てるんで、ちょっとこれを合わせて、お伺いしたいです。はい。ここはね、私もものすごい悩んでるところでもあるんですけども、プロだけで作るときっていうのでも、やっぱ人数が多くなると絵コンテ必要かなというふうに思ったりします。で、自分で作品作るときに絵コンテ作るっていうのもですね、いろいろですね、忘れてしまうような内容を書き込むという意味合いではベストなんですけども、もう分かりきったことをですね、資料に起こすのは時間の無駄とも取れますから、ここは非常に悩ましいところかなと思います。で、V コンテっていう話ありましたが、まず自コンテ、次に絵コンテ、その次に動画コンテ、V コンテですね、があってですね、それぞれですね、お客様提出、あるいは上長提出ですね、役員提出をするときに、まあ、役員に提出するのに、社長に提出するのに、例えば自コンテの状態で、これどういうことなのよみたいな話になると困りますから、まあ、そこはシチュエーションに合わせて作ってあげるというところですね。で、チーム内である程度意思疎通ができている、生きてそう、打ち合わせ時にしっかり動画を見込んでですね、この動画っぽく行こうみたいな感じで、意思共有がある場合は、別にコンテを作る必要もないのかなというふうに考えています。で、内製化の現場で限定するとですね、もうほとんど自コンテ、Excel で企画書を作って、絶対に必要なものをメモしてですね、そこが取れてるかどうか確認して、現場で撮った動画をチェックして、いけそうだなと思ったら、編集にかかるみたいなところになってきますから、割と内製化の現場でコンテをなんか使われてるっていうのがちょっとイメージがな逆ないなっていうところですかね。はい、参考になればと思います。以上です。はい、ありがとうございます。では、次の質問に行きたいと思います。次の質問はこちらになります。はい、動画の構成や撮り方はどのように学ぶのがいいでしょうか？実践されていることがあれば教えてください。まあ、これ編集だけではなく、まあ、構成だったり、あと撮り方っていうのが、これが、撮れる人がいなくてどうしましょう？どうしたらいいですかって質問が今日も当日に来ているんで、まあ、もし撮る方がいなければ、もしご自身で撮ることを挑戦してみてほしいなと思うので、うん、はい、学び方とかを、そうですね、教えてくださいっていう感じです。はい。まあ、実は弊社、動画のコンサルタント、動画制作のコンサルタントの会社でもあるので、撮り方がですね、わからないということであれば、レクチャーとかね、させていただけてありがたいなと思ったりもしますが、まずですね、基本的に構成ということで考えますと、皆さん報告書とかですね、SNS とか意思疎通するときに、まあチャットツールとかに文字書くときにですね、文章書きますよね。起承転結を意識して作ると思います。主語があって、その主語、まあ私が、どこそこで何々をどれぐらいしたかみたいな文章になると思うんですけども、動画もですね、完成した動画を思い浮かべてみていただけたらと思うんですけども、作品でもいいと思うんですけども、映像の前後のつながりが物語を形成していくわけです。映像一つ一つが単語であり、文章であり、目的語であったり、修飾語であったりします。どんなに短くても長くても、一つ一つの映像がその一つ一つのパーツになるというのを、が構成になりますから、そこを、まずは、覚えていただくと。で、撮り方に関しては、今スマホがありますから、スマホでですね、カメラ設定からですね、iPhone だとですね、ガイドライン、ガイドが出るんですね。三分割構図というもの、ちょっと検索していただきたいんですけど、三分割構図で撮影するための練習のガイド出ますので、そういうもので撮影しながら、自分が撮影時にですね、
その文章を全て網羅的に撮影できているかっていうのが、構成を気にしながら撮影をするというところになってくるかなというふうに思いますので、ぜひとも練習ですね。練習以上に結果が出ること、実力が出ることないと思いますから、しっかりと作品作り、チャレンジしてみていただきたいなというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。そうですね。作品作りっていう面で言えば、まあ、編集、撮影、っていうところがね、一貫してできると、いいのかなと。そんなにね、なんか、何かをやらなきゃいけないっていうわけではないような気がするので、本当に、まずはやってみようっていうところかなと思います。はい。では、次の質問に行きたいと思います。動画コンテンツの上手な使い回し方を教えてください、ということです。はい。こちらはですね、これ素材レベルの話なのかなというふうに思うんですけども、まずですね、自分の過去に作った動画のプロジェクトファイル分析して、どのようなパターンのものを作っているかどうかというのを分析して、使い回しが多いなと思う、まあよく使ってるなというようなレイヤーとかですね、素材に関しては、やはり時短で使えるように素材自体を工夫してあげるとかですね、あらかじめこういうのをなんか自分が今後編集撮影するときに、制作するときに使えそうだなと思ったらチェックしておくというのは、大事かなと思います。私も、大きな展示会に行ったらですね、素材とかですね、機材とかの、最新ラインナップとかですね、特徴的なものはピックアップして、いざ何かあった時にですね、連絡取れるように、チェックできるように、パンフレットとかずっと保存していってます。まあ、そういう感覚で、自分のレイヤーを、の質を上げるということをやっていく。コンテンツの質を上げるということをやっていくということですね。あとは、まあ、効果音とか配色なども、まあ、同じパターンでして、まあ、効果音なんかもですね、チャレンジング的にやっていけばですね、スマホで、外部マイクで収録して、収録してですね、加工して使っていくってこともできるでしょうし、まあ、配色もいいデザインにつけたらですね、次回詳しくお伝えしていきますけど、配色のパターンをですね、自分の中でメモしておくっていうのもポイントになるかなと思います。まあ、素材レベルではそういう話ですかね。で、まあ、完成動画レベルで言うと、やはり、ま、いろんなところにアップする。分析をして、動画の質を高めていく。PL の方法も改善していくというのが理想になるかなと思います。以上です。はい。ありがとうございます。そうですね。いろんな、質問が来てはいたんですけど、あと、ちょっと今日の、質問の中で何個かピックアップしたいと思います。先ほどの BGM の話に関連して、またいろいろ、質問があったんですけども、BGM ですが、ナレーションがある場合は、BGM はない方がいいでしょうかっていう質問が来ています。そうですね。まあ、あってもなくても、その動画の雰囲気によるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、寂しいなとかですね、ノイズがちょっと嫌だな、音質気になるなって方は BGM でごまかすみたいなことも考えられると思いますから、しっかりと、そのあたりは分ける感じ。まあ、それよりもまあ、音量差だと思うんですよね。プレミアだと、まあ、マイナス3ぐらいで、主役となる声を合わせて、で、BGM はマイナス20デシベルから24とかに1回設定してみて、BGM が小さいなと思ったら若干上げてあげる。大きすぎるなと思ったら下げてあげるということを、まあ、作業としてやっていただいてですね、自分の思う雰囲気を出していていただけたらなと思います。はい。はい。ありがとうございます。そうですね。ナレーションがあるからダメっていうことは多分なくて、ね、今言っていただいたように、後ろに、薄くというか BGM 弾くっていうのもありますし、Adobe のプレミアプロだと、オートダッキングっていう機能があって、これも Adobe AI 技術を使って、声が入ると自動的に BGM 小さくして、で声がないときは大きくするっていうのをこう自動でやってくれるっていう機能もありますので、まあ、その、ちゃんと音声を聞かせたいけれども BGM 入れたいっていうときには、そんな、機能を使えるかなと思います。あとはですね、BGM 関連で言うと、ちょっと宣伝にはなりますが、まさにですね、今日プレミアプロが、アップデートして時間があるので紹介したいと思うんですけど、オーディオのリミックス機能っていうのが入りました。これは結構、求められている方すごく多くてですね、自分が先に映像を作って、それに後から BGM 載せたいときに、映像と BGM の長さが、まあ、必ずしも合うこと、むしろほとんど合うことないと思うんですけど、そうするともうバツって音楽切って終わらせることが多かったと思うんですけど、それをですね、これも Adobe 先生の AI 技術を使って、その動画の尺と
音楽の尺を合わせてくれるっていう機能が今回入りました。これは皆さんにも本当まさに使っていただける機能なんじゃないかと思いますから、こちらもご使用ください。あともう一つはですね、音声のテキスト化という機能を昨年の7月から入ったんですけども、それが、オフラインでもできるようになりました。今までネットワークにつながらなければいけなかったんですけど、ネットワークつながらなくてもできますし、それによってですね、3倍ほど速さが速くなってますので、こちらもぜひお使いいただけたらと思います。はい、最後宣伝になってしまいましたが、それをしている間に時間になっちゃったので、はい、今日は、以上となりますが、告知等々をさせていただきたいと思います。はい。そうしますとですね、今、動画内製化のページを、アドビの中でも、作っておりまして、それまさに、まあ、さっき言ったランディングページのようなものを、作っております。で、これは動画内製化を検討している会社様、すでに始めているけども課題を持っている会社さんでもですね、いろいろな情報、動画内製化している事例だったり、というのありますので、こちらもぜひご参考いただけたらと思います。どんどん、順次アップデートしてますので、逐次チェックいただけるとありがたいです。はい。では、安部さんの方からの告知もお願いいたします。はい、本日ですね、答えられなかった質問とかですね、詳細に聞きたかったけど、ちょっと恥ずかしくて聞けなかったとかですね、ボリュームが多いので、ここではという方はですね、こたつまで直接お問い合わせをお願いできたらなと思います。特に今日はですね、かなり複雑な難しい話もさせてもらったと思いますので、気軽にご相談いただけたらなというふうに思います。以上です。はい。ありがとうございます。あとは、次のこのウェビナーの日時も決まっておりますのでご案内いたします。次は3月2日の水曜日、この時間ですね。で、次回は、今回デザイン編の1回目だったんですけれども、デザイン編の2回目をご紹介いたしますので、もしお時間あればぜひ、ご参加いただけたらと思います。はい。では、今日のウェビナーは以上となります。皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。